い、よろしくお願いします。ウィンターライブ2020夢のプロデューサーを務めますワンボイシーズ4年生のマーキノです。はい、正直まだこのアカペラサークルで叶えた夢ってものはないかなと思ってるんですけれども、叶えた夢はまだ2つ残っています。1つ目はまずこのウィンターライブ2020夢をちゃんと残すこと、そして何年間か後に同期みんなでお酒を飲みながら鑑賞会をして思い出話に花を咲かせたいなと思っています。あともう一つはこのワンボイシーズというサークル自体がこの先何十年後も存続していること、そしてよりビッグな組織になっていてほしいなと思っていることです。はい、今年1年間っていうのは本当に前が見えない状況で思うように活動ができない日々が続いていました。毎月イレギュラーが何かしら起こるような状況で、その度にもうイレギュラーってなんとか歌って乗り越えてきました。だからこそ最後のライブっていうものはちゃんと残して、そして何年間か後もずっと見返せるような環境を作りたいというふうに思っています。あとはこの4年間で得た楽しかった思い出や悔しくて涙した経験、そして何よりも出会った仲間たちっていうのは本当に人生の財産だなっていうふうに思っています。だからこそ卒業してからもそう簡単に縁切りたくないし、みんなでずっと集まってワイワイと楽しめるような関係が続いたらいいなって思っています。はい、ワンボイシーズは私が1年生の時の先輩に憧れて本当に大好きになって、まさに4年間の青春を費やしてきた大事な居場所になっています。まあ、同志社のワンボイシーズっていうのは大学の中でも文化系で最大級のサークルって言われるほど本当に人数が多いサークルで、だからこそ自分の存在意義をしっかりと発揮していかないと生まれてしまうっていう環境にあったと思います。まあ、こんな大学生になってからもなお本気で何かに向き合えるような環境があったから、自分自身すごく成長できたなっていうふうに思っています。この先もこの大事な居場所であるワンボイシーズがなくなってほしくないし、やっぱり後輩にもこんな素敵な経験をたくさんしてほしいなって思っています。はい、今年は対面で集まる機会が本当に少なくて、何よりもアカペラの演奏を生で聴かせられなかったことが本当に悔しいなって思っています。だからこそ後輩のみんなに何か貢献したいなって思って今やっていることが2つあります。まず1つ目は自分の武器であるアレンジを継承したいなと思って、アレンジソフトの講習会を開いたりとか講座を開いて何か残そうと今頑張っているところです。もう一つはもっと素敵な面で交流したいなと思って、同期の、レイフィールド君と一緒にズーム飲み会って感じで少しずつみんなと交流していきたいなと思っています。私ができることは本当にわずかでしかないんですけれども、まあ、今後後輩のみんなが何かワンボイシーズに向き合うものを見つけてもらって、来年以降サークルライブが無事開催されて、それが OBOG が再開できる場所になったらいいなって思っています。はい、今年は配信を通して例年以上のたくさんの人にワンボイシーズのウィンターライブをお届けできるチャンスやと思っております。全国いや世界中に、今のワンボイシーズの総力をお届けしますので、どうぞお楽しみにしてください。バイバーイ、ありがとうございました。